What up, people? Here's Chris the Gamer right here with a brand new video. Hope you enjoy. それでは各班に分かれ、巨人の総統を行ってもらう。前衛を中東兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお、伝令によると、先遣班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され、巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまで、 ウォール・ローゼを死守せよ。解散。はっ。なんて今日なんだ。アカマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください。 私の腕では足手まといになります。おい、ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも、エレン、死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。 なあ、アルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前には、この初陣で活躍しとけば、俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ、間違いない。<笑>言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか 勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし、行くぞ。状況は、先遣班はどうなっているんだ。 アルミンとはまとまって行動した方がいいな。
街中に巨人が入り込んでいる。くそ、俺たちで倒すぞ。頼んだぞ。私も行く。救援要請か。駆逐してやる。やってやる。我々も一緒に戦おう。落ちろ。奴らの好きにはさせねえ。使わせてもらおう。このデキレス外人が。救援要請だ。急いで行かねえと。しやがれ。やだ、誰か。奴らに殺される。おい、もたついてんじゃねえ。死ぬぞ。悪かった。俺たちも戦うぞ。やった。レンナ、あっちにはミーナたちがいるはずだ。本部のある方向だ。ミーナたちと合流してついでに補給を済ませよう。
奴らをどうにかしねえと補給ができねえぞ。くそ、奴らが本部にまで。まさか前衛の先輩方はやられちまったのか。このでけえ害虫が。ガスが尽きたら大変だ。早めに補給しないと危険だよ。本部はなんとか無事だね。補給を急ごう。あれは救援要請か。戦果だよな。お母さん、分かったよ。駆逐してやる。エレンに遅れは取らないぞ。何しやがる！待ってやがれ！
よく待った話だ。
俺たちを無視する。飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。狙う。アッカーマン、住民に近づく巨人を排除しろ。別の機構士が接近してきます。くそ、また住民に向かっていくぞ。かっさばいてる。いや、ケチらしい。
し、この場はなんとかしのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。何？おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。死んでたまるか。ずぶ、よし、俺たちも続こう。待って、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。
い散らして。周りにいる巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。狙う。このままじゃもう落とした。狙う。生きられるのは勝者だけ。本部奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。わかった。みんなやるぞ。カッサバイデル頼む。落とした。わかった。急いで救援しなきゃ。生き延びて僕は憲兵団に入るんだ。死んでたまるか。蹴散らしてやる。落とした。狙う。救援要請確認。向かいます。動けるんだ。いや、いつも見たら冷静じゃない。このままじゃいずれ。ミカサ！この世界は残酷だ。そしてとても美しい。
いい人生だった。戦え戦え戦え。ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわてる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。I got some fire videos coming out soon, so keep an eye out.